こんにちは、アオリです。今回ですね、新キャラの花嫁薄い使っていくんですけど、この子が今めちゃめちゃ話題で、それが何かっていうと、性能面じゃなくて、これ変身前のイラストの方が可愛くねみたいな、そんな感じ言われてるんですけど、いや、それに対してちょっと一つ言っていいですか？どっちも可愛いだろう。なんでそんなことを女の子に対して言うんだ、君たちは。こんなに薄い変身後もね、こんな可愛らしいフェイスをしてるというのに。この変身後のね、リーダースキル名をご覧くださいよ。もう逃がさないんだからよろしくお願いします。それじゃあ早速やっていくんですけど、でまずウルトラマンゼロ&Z 打ちます。で遅延入れる。でからのこれで76戻しながら、でリブドラでちょっと対空しようか。これヘイストして、で薄い使います。薄い使って、でちょっと耐久しようと、こうちょっとね、ここなんか一回ねお見合いさせていただいて、これね薄いに、これこのなんだっけ、こいつ裏水の魔剣士が、これねなんか似合う男性なのか、ふさわしい男性なのか、ちょっとここでね見分けさせていただこうかなと思います。でこうやってオッケー、でこうやっていいかな、オッケー。でここでウルトラマンゼロ&Z 打って突破しようか。でこれまだリムルもう一体変身しないパターンのやつでいきます。なんか仮面の改装の時に変身するシリーズでいきます。で組んでいこうか。ごめんゲップ出そう。さいやごまかせないか今ね、っつってたらねワンチャン聞こえないかなと思ったけど、しっかりね言ったんで、バレました。でまあ、こんなにか。オッケー、さ繋げていく。さ希望ぐらい繋がってる。でこれで火力をご覧ください。薄いの火力これでどれくらい出るんだろう。オッケー、わっオッケー、カンストカンスト。さ初手カンスト決まりました。あれですよね、ですよね。こいつなんか冬持ってないのにさ、めちゃめちゃ火力が高いガチで、まあ10票6つあるのか、それは乾燥するか。オッケー、で危ないね、だいぶギリギリ。ここリムドラ使います。リムドラ使って、でさえリムル使います。ベルゼビュート、よし。でここで組んでいこう。これ回復作る。オッケー、危ねえ。ここで組んどいて、でこのパーティーねあんまり指がないんですよ。だからねそこちょっとね可愛らしいポイントですよね。なんかキューティクルみたいな。ここどうしようかな。セイ、オッケー。これでこれ回復力足りるかこれ待って、これ回復力は全く乏しい可能性ありけり。待って、これ回復力乏しいね。すごい可愛らしい回復力だけど、これ耐えれるかな。次絶対耐えられないような気がする。よけろー。さあ戻ってまいりましたよ。さああんな一瞬で負けることあるんだって思いましたよね。でここでこう組んで、いいかな、こんなんで。オッケー、これでいいね。このパーティー結構回復力がね寂しい感じなんで、あんまり四つ毛しないとあんまりいかないんです。オッケー、これでいやいいね、いいパーティーですよ。でさ最近ちょっと思うことあるんですけど、皆さんアマゾンのさ欲しいものリストってわかります？なんか僕もあんまりよく分かってないんだけど、なんかツイッターとかでさ、なんかアイドルの方とかが、アイドルの方って言ったら女性の方とかがなんかよくつけてたりするんですけど、なんか LINE、なんだっけ、ツイッターのプロフィール画像とか、プロフィール欄に、URL とか貼ってたりするんだけど、なんかその欲しいものリストっていうのは、あれなんですよ。なんか自分の Amazon で欲しいものを、なんかピックアップしてリストに入れるんですよ。そしたらなんかそういう URL をなんか公開してたら、なんかその住所とか教えなくても、なんかそのリストを見た人が、欲しいものリストを見た人が、あじゃあこの子にこのカロリーメイト欲しいって欲しいものリストに入れてるから、これ買ってあげようって言って買ってあげたら、その人の元に届くみたいな、そういう画期的システムがあるんですよ。いやそれいいなと思って、だからね僕もねなんかちょっとツイッターのプロフィール欄に URL 貼って、だからやったらねいいんじゃないかなみたいな、だからもらえっかなみたいな、なんかせこくないと思って、だからねそんなことがあっていいんですかと思ってさ、だからね僕もいやこれ貼ってやろうかなとか一瞬思ったんだけど、でもさなんかちょっとね皆さんにもらうのも申し訳ないし、なんなら欲しいものリストを貼って何ももらえなかった時がね、あれ一番悲しいみたいなあるじゃないですか。でもさそんなさなんかあんまりまあ僕も結局貼らないんだけど、別に言われる大丈夫かな、やばいね、ちょっと待って、まずいガスドース、危ない。耐えた。でそう欲しいものリストとか言ってるけど、まあ結局貼らないとは思うんだけど、絶対貼らないんだけどっていうか、なんだけどなんかねそれせこいなと思って、で僕課金はするんだけど、なんかあんまり物欲ないじゃないんだよね。だからそのあパズドラで欲しいキャラはいるとかの物欲はあるんだけど、だから実際のものとしての、まあ、物欲はあんまりないから、
なんかね、なんかそんなに結局貼るとしてもなんか結構貼るもんないなみたいな感じを持ってたんだけど、だからまあね、あのもしあのまあないとは絶対やらないんだけど、まあワンチャンなんかそのリストに僕が作るとしたら何入れるかなと思って今日それ一日考えてたらもう一日終わったんだけど、いやそれ考えててでも未だにちょっとあんまり思いついてないんだけど、いや何がいいかな、みんな、いやみんなだったら何入れる、欲しいものリストなんか誰にでも何でも買ってもらえるみたいな感じになってたらさ、みんな何入れる。いやそうだね、ちょ今真剣に考えようか。いやね、ちょっとあんまりちゃんと考えきれてなかったから今からちゃんと考えるわ。いや何あるんだろうね、欲しいものリスト。でもあんまりなんだけど、ちょあんまりなんかそんなものでいいの売るみたいな感じになっちゃうかもしれないけど、んでもまあ3つぐらいは思いついたわ。まあ3つあげるとしたら、まああれですかね、まあ家土地会社かな、まあそれぐらいかな。いやあんまり僕物欲ないんであんまりちょっと出てこないんだけど、まあかろうじて言えば家土地会社ぐらいかな。でも概念的なもの入れていいんだったら彼女、まあそこら辺が欲しいです。 OK さでやっていこうか。危ないね。ここはリムドラ打ちます、リムドラ打ちます。 で今回アシストム公開区枠はこのウルトラマンゼロ&Z、 これでやっていきます。この薄いは回復ドロキョウめっちゃ持った、回復ドロキョウじゃねえわ、回復洗剤振った。じゃあ水の LG いっぱい組んでいきたいんだけど、指が何秒このパーティー18秒、結構長いね。じゃあここでこう組んで回復の LG も組みたいですよねってなるとね。じゃあここでこうか。なんかこれも組みたい。よし、こんなんでいいでしょう。いや、これで突破したね。いや、オッケー。これワンチャン倒すな、右の人も。ね、見てくれ。ダース行かないわ。ギリギリ行かない。なんか最近さ、僕、ダースがなんか言うの癖になってんだよね。マジでやめたい。本当に嫌すぎ。マジで嫌すぎ。ダースってね、やばすぎるだろ。これってよろしく。いや、いいね、安定感がえぐいわ。うん、で、ここに組んでいこうかな。オッケー。わ、待って、みんなマジうんち漏れそう。これでこうしていいね、オッケー、これで突破します。わー、これ平積みにしちゃったけど、これ全体入れた方が良かったかな。これこっちも倒したよね。一回こっちロックオンにしといて、その後こっちみたいな。オッケー、さあ突破しました。で、問題はここですよ。ここで、そう、仮面が出てくるんですよね。で、リダチェンつけてない。待って、やばい、リダチェンつけてない。誰ですか、リダチェンつけなかった人。待って、これやばいわ、みんな。すごい、ガチでまずいです、これ。面白いな、これだから、日常っていうのはよ。待って、これ、青天井じゃなくても、これ、乾燥するかな。まあ、するか。じゃあ、どうしよう。これ、一旦打って。で、これ、打ちます。食らいつくせ、ベルゼビュート。これ、上書きできるよね、76を。今の。あ、よかった、上書きできた。で、ここで殴っていこうか。さあ、マジでまずいわ、これ。マジで大ピンチ。これ、リムルがカンストしてくれるかどうかなんですけど。これ、LG 入れるでしょ？こうかな？よし、これで、待って、全体入れてる！待って、誰ですか？全体入れた人！バカ！全体やばい！ガチ全体まずい！耐えろ、お前ら耐えろ！ガース！待って、あ、大丈夫か？あ、ガチ危ないわ、ガチ危ない、セーフ、マジ危ない、ピンチすぎ。危ない、マジ L 字、これダメですからね、これ全体入れたら。これ打つか、これって、なんか上限値下げられてるからこいつ打つか。こっちのリムル打ちます。お前、リムル打ちすぎたらね、水が多すぎて分割できなくなりそうなんで危ない。マジ危ないわ。さっきマジピンチだったな。なんかかろうじて耐えてるけど今。これかな。オッケー、これで貴属性のやつだけ削っていきます。なんかこいつさ、属性変換とか一応あるんですよ、この貴属性のやつ。なんか貴属性とかになってくんないかな、これ。カッチーカッチー、待って、硬すぎ。これ右のこの紫のやつがやばいんで、ここから全体入れていこうかな。じゃあここで打って、よろしく。これリムル2体打てるか、ワンちゃん。ベルゼビュート、あ、打てそう、これ打つわ。ベルゼビュート、よし、これでいきまーす。じゃあ、まずい。やばい、めっちゃパズル見せてる。全部見せてるパズル。左、下に、あ、もう、あ、長いわ。これリムドラで今指が伸びてんのかな。ここで、置いて、
オッケー、いいね。これで全体入れた。これ薄いがね、 L 字あるんで、これでちょっと軽く上げてるみたいな。まあ向こうは貫通プラスあるからそちらは軽く出るかもしれないけど、オッケー、これで貴族性も削れつつ右も倒せるみたいなパーフェクトパズル。オッケーさ、倒せました。ガチ危ないわ。6階層まで来た。いや順調よ。めちゃめちゃ順調すぎて怖いぐらいのレベルね。マジ順調すぎる。どうしよう。どうしようかな、ここ。一旦リムル使う。これロック引っかかるけど、でからのこれって、でこれでいくわ。多分2回ね、あそう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 、2回や多分、あさっき打っちゃったら回復消えてリムドラの水回復同時攻撃で 77% 経験が張れなかったんじゃないかなと思って、だからちょっと1回リムル空打ちした。こんなんでいいかな。もうちょいやるか、丁寧に。じゃあここで分割して、オッケー、これで、いやいいね。これでどれぐらい削るんだろう。結構削ってほしいけど、あのあんまり水ないからな今ね。これどれぐらい、あでも70億はいってるよ。いいところで止まりますわ。やっぱりうちの子はいいとこで止まります。こいつさ、こいつ発狂あんのかな。チェシェタウン、じゃあこれ打ってさ、チェシェタウン、なんかポケモンの街の名前でありそうって前も言ったな、これ。ね、これって前も言ったっていうことはね、もう心からそう思ってるってことなんでしょうね。こう組んで、いいね、ちょっと待って、いや、ここでこう組む。待って、すごい、みんな今集中してるから、今喋りかけないで。みんな盤面良すぎる。すごいいい盤面、ガチでいい盤面すぎる。なんかね、なんか珍百景とかに入れてほしい。マジ珍百景で紹介してほしいね。なんか今もやってんのかな、何これ、珍百景。オッケー、これ倒せっか。素晴らしすぎる、ガチで。これはマジでいい。今ついでに足の裏もかゆいから書いてほしいレベルで素晴らしい。いいね。まだ薄いのスキル一回も使ってないんだけど。いいね。じゃあここは、あどうしよう、一回リムル先打ちして、ベルゼビュート、でリムドラで一回リセットするからのこれだわ。ベルゼビュート、よし。さあリムルがガチ強すぎる。これリムルが強いんだよね。もう薄い強いとかじゃなくて、まあでも薄いもめちゃめちゃ強いよねって言っても、薄いもめちゃめちゃ強いと思う正直。OK、これでよし、分割できた。いいね、これで半分まではいったはず。いやガチいいね。なんか最近さ、なんかなんかよくわかんないおじさんと喋る機会があったんですけど、怖すぎるだろ。よくわかんないおじさんと喋る機会なんて人生であるのかもあるか。そしたらさ、なんかそのおじさんにさ、僕がさ、なんかお願いすることがあって、ちょこれやっといてほしいんですけどみたいな感じでお願いするタイミングがあって、そしたらそのおじさんがさ、了解みたいな感じで言ったんだよ。いや了解の言い方がナンバー2すぎると思って、了解って言い方さナンバー2すぎないと思ってね。すごい、なんかアニメも見てない年だろうに、すごいなんか あまりにもね、なんかなんていうの、なんか珍しすぎるおじいちゃん中二病の可能性あるのかなとか思いながら、あの横通り過ぎていきました僕は。これどうしよう。まずい、これこうか。オッケー、これでそう、逃げ道がなくてすごいあたふたあたふたしてました。脱水。ね、これでよし、これで結果いいね。リムルがカンスト以外知らない男になってる。そしてウスイもやばいね。これウスイのさ、実質 HP が5倍なのもめちゃめちゃ強い。まあ、固定500万ダメージなのがね、選挙のあの最後の 1% のところ削れないっていうのはあるんだけど、でも強いよね普通に。普通のダンジョンにおいては、ちょ選挙の新戦時がなんていうの、珍しすぎるからさ。逆にこれ打つ、食らいつくせベルゼビュート、うん食らいつくせベルゼビュート、でこれ打って、なんか打つタイミングめっちゃミスったな。追い打ちないのか、そうや、リムドラって。なんかあれか、聴覚生で選べるのか、なんか追い打ちあんのかなと思って今、なんか追い打ちあるんだったらね、こういう打ち方の方がいいなと思って、追い打ち組みたかったから。なんだけど、意味なかったわ。こうかな。オッケー、こんなんで。光だけ落とした。闇はちょっと無理だった。落とせたね。絶対闇も落とせたね。どこへ削るんだろう、一撃で。にはさすがにいかないよね。もう彦星お前壁高すぎがちで、このシールド今すぐ半額で売ってほしいまである。リムルって、いやリムルが強すぎるガチで、
よろしく。でこれって今回ねリムルの、あ待って、継承の紹介しとこうか。パーティーの紹介、パーティーの継承がですね左から、これ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 、オッケー、代用はない、行きます。じゃあここで組んで、よっしゃ、ここでこう組む組む、これ回復いただきたいね、回復いただいた、闇もいただいて、ここで闇置こうか。で火もらおう、火いただきたい、引いた、引いくれ。ありがとうすぎ。これで。これ一応ね、あ、誰だっけ？ウルトラマン 0Z が、火属性1個だけなんか可愛らしくあるんで、それの火力を出すためには一応火消した方がいいのはいいみたいな感じなんですよ。どんくらい出るんだろう。優しい、ガチ優しいわ。いや、すごい優しかった。こんなにね、ソフトタッチすぎる。まるで赤ちゃんを触るかのようなぐらいの攻撃力。上限値下げられたけど、そこはね、これで上書きできます。これって、なんか今日気持ち悪いな。これって、で、これ打つ。で、リムルって、無効貫通組んでいこう。薄い無効貫通あるよね。こいつも、あ、あるね。全員あるのか、じゃあ。だよね。じゃあ、このままいきます。なんか右上になんかニアピン無効貫通みたいなの組めてるから、そこのまま行こうか。じゃあここで闇で蓋する。オッケーで。ん？こうか。オッケー、これで。いいね、うますぎる。このパーティーでさ、回復エルジあるんだけど、ないないない。あるある、ここにあるわ。一応ウルトラマン Z にあるけど、まあ別に組まなくてもいいか。いい、待って、薄い、なんか裏溜まっちゃった、まずい、ガチまずい。大丈夫かこれ、覚醒無効ってあるんだっけこの後。いや、ないのか、わかりません、あるっけ、わかんない、1ミリも思い出せない件については皆さんどうお考え。これ打って、ベルゼビュート、待って、薄い、よろしく。薄いのスキル一回も使わないで終わりそうなの、マジでヤバすぎるんだけど。いや、リーダー性能がまあ、やばすぎるっていう話ですよね。いや、リーダースキルが強いんですよ、皆さん。ね、そんなわざわざね、これなんかスキル打てなかったから、最初から動画撮り直そうかな、みたいなことはしませんよ、私も。さすがにね、私も大人なんで、これで。わ、どうしよう、これ。一回調べるか、これ。覚醒無効やってくるか。いや、してこなかったような気がするんですけども、僕の記憶が正しければ。ね。他は？あ、敵が火属性になるとかも一応あんのはあんのか。で、見ます。どこだ？覚醒無効は、なさそうだね。ある、いや、ないないわ、いや、ね、ないわ。じゃあ、これどうしよう。一回リムル打ちます。回復あんま消すな。あ、素晴らしい。これ打つ。よろしく。消えてるね、しっかり消えてるね。じゃあこれダメだわ。待って、まずい、これ。さすがに、超根性まではいかんやろ。さすがにこれで、これで超根性までいったら笑いもんですよね。これ超根性いかないと信じていくわ。こんぐらいで留めとくか。よし、こんぐらいで留めときます。ね、これぐらいに留めといて。さあ、これだったらさすがにいかないと思う。で、真ん中に回復がいっぱいあったし。あ、いいね。これで、あんま削んな。危ない、ガチ危ない。ガチセーフ。あー、回復消えました。あ、マジ、やばすぎ。まずいです。待って、これマジまずい。あ、これもしかして素敵ルーレットだ。素敵ルーレット来ました。ありがとう、ガチ。じゃあ、ここは、一回先にリムル打つ。ベルゼビュート、これ全部リムル打っちゃえ。リムル全部打ちます。で、これって、よろしく。あ、待って、これ合わせるわ。合わせます。オッケー、これで回復のタイミングで動き出します。今、オッケー、今動き出して、いただきます。 あ、いただけない。あ、いただきたい。すごいいただきたい。皆さん、ガチください。ありがとうございます。で、ここで闇くれって。闇をくれって。闇を今すぐ欲しいんだって、僕は。闇が、本当に、もうすごい売り切れ続出でさ、これで、これでいいか。よっしゃ、なんかめっちゃ繋がってるけど、もういいや。オッケー、これで、加算足りっか？足りろ！落ちこ！危ない！オッケー、足り、危なかった。今、なんか加算足りてなくてワンチャン負けるとこだった。てか、全然倒してないんだけど、この人。まだルーレットあんのか。じゃあこれって、あ、今いいよね。すごくいい。あ、待って、リムル打つタイミング見せた。まあ、いっか。これ一体だけ打つわ。ベルゼビュート！原産今ないよね。よし、じゃあこのままいきます。痛い！待って、痛すぎる！
ガチ痛い、本当に痛い、みんなガチ痛い、すごい、助けて、待って、やばすぎ、これが限界かな、これで。次って先生あるんだっけ、次先生ありますか、あります、待って、やばいわ、ガチまずい、次先生あるんだけど、誰ですか、薄い使わなかった人、今だったらこれ、一旦なら受けるダメージ無効化あるというのに、ガーガッチミスター、大丈夫かこれ、160万からの160万ダメージ、もうそれ320万ダメージでかけ、待てこれまずいわ、待て本当にまずい、ガチまずい、待て避けろ、ガチ避けてほしい、あすごいパワーウォッシュ、すごい力技で洗えみたいな、すごいね殺菌能力エグすぎみたいな、ないんかい、ないじゃん、え何ですかこれ、あこれ違うわ、あ違うとこ見てた、危ねえ、セーフでした、あの160万から160万は第一段階の選挙でした、危ねえ、じゃあどうしよう、まあいっか、薄いこのまま溜めたままでもいいよね、いいでしょう、いいでしょう、じゃあこれって、ベルゼビュートで、これってよろしく、もう負けないっしょ、さすがに負けない、ここからはリジェネがガチででかいんだよな、リムルの何が強いってね、でここいただいといて、よっしゃこんなんでいっか、オッケー、これでオッケー、うまいね、すごいつながっとるやないかい、めっちゃつながっとる、うまくはなかった、これで、いやいいね、ちゃんと70億めちゃめちゃ出てる、次で半分いけっかな、ウルトラマンのこれ打ちたいね、これ打って、ベルゼビュートで、これ打ちます、ベルゼビュート、いやいいんじゃない、でこれ打って、よろしく、オッケーでいきます、水こうですね、ここで置いて火組みます、なんかすごいいろいろなんかくれ、なんかすごいいろいろくれ、分割をしたい、私は分割をしたい、オッケーこれで、よっしゃこれで半分までいったんじゃないでしょうか、これ回復の入り組まなくても大丈夫だったかな、まあ大丈夫でしょう、オッケー半分までまだいかないっしょ、なんなら行きました、待ってまずいかこれ、大丈夫か待ってまずいかこれ、回復の入り組んでないのまずいか、いや大丈夫か、こいつの半分自行動って優しかった気がするわ、今思えば、オッケー耐えた、あ薄いのこと剥がしてくれてサンキューね、でこれリムル打つ、食らいつくせベルゼビュートで、リムドラよろしく、で回復力の上書きと指の上書きする、いや強すぎガチで、こいつチートだな本当に、そうですね、ここで待ってアシスト無効って何ターン、まあ1個消せばいいのか、じゃあこれ無効感とか組んじゃうね、無効感とか組んじゃいます、ここよし、これで、いやいいね、うまいね、素晴らしくうまい、無効貫通も入れて薄いの火力上がっていく、で水の落ち込む、これだいぶ削るぜ、いやーすごくうまい、インブレイスゾーン、さあ毒ドロップ発生、そんなもの知らないです、ね倒しに行こうか、これウルトラマン Z 打ったら上限値上がるからこれ倒せると思う、いきます、じゃあどうしよう、敵の属性非属性に変えるかこれね、いや待て大丈夫だね、これミリ残しになってもあの人何もやってこないんで、あ覚醒無効とかで非属性に変えます、でどうしようか、先にリムル打つか、先にリムルって、でこれ打って、オッケーでこれ打ちますからのリムルですよ、うますぎガチで、オッケーさあ倒しに行きます、なんて倒しに行きます、じゃあここに無効管組むか、無効管組んで、で水じゃなくて回復で火、うますぎるんじゃない、これはうますぎガチで、これ倒したでしょ、これ薄いの最後火力ご覧ください、めっちゃ可愛いな攻撃力が、オッケーこれで火力が火薬の L 字と水の L 字組んで、うわー70億カンストカンスト、チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。